ホットライトに行く脳に警鐘を鳴らす脳活性化バラエティ、それがクイズノーベル賞。さあ始まりましたクイズノーベル賞、今日もスタジオには豪華ゲストの皆さんです。お願いします。よろしくお願いします。さあということで、昨日の時点でミュンさんとタージンさんが一歩リード、ノーミングアップクイズ。まずは脳を活性化させるウォーミングアップクイズです。正解すると10ノーベルです。さあ行きましょう。問題こちら、ダジャレ穴埋めの問題です。ハテナの中に同じ言葉を入れて、うん、ダジャレを完成させてください。さあ行きましょう。はい、よろしいでしょうか。まずミュンちゃんの答えこちら。夫婦は夫婦、これどういうことですか。これはお茶を夫婦、お茶を夫婦、あ、ご夫婦で、はい、夫婦。なるほどなるほど。湯飲みが入るんですね、はい、湯飲みは冬飲みということです。そういうことですね。お見事です。さあ行きましょう。続いての問題こちら、フラッシュ小銭の問題です。これから出てくる小銭の写真を見ていくらかお答えください、うん、はい、お一人3問続けて出題します。まずはミュンさん、連続3問口頭でいくらかお答えください。スタート。166円。あ、812円。あ、1、2、3、4、そうですね、461円。あったー、残念。はい、まず1枚目が175円でした、うんうん、そして3枚目426円でした、残念。改めてさあ、あら、今と打って変わってこれは富山の金さん、お、蕎麦屋の娘役。うわうわ、もともとそうしたら女優になりたいなと思ってこの世界に入った。いえ、え、アイドル。あ、あら、女優しながらも心の中では普通と、いつかアイドルになりたいなりたいなりたいと思い思ってあれから40年あれから40年、ついにアイドルになりました、はい、その名前がミュンとヤヨ。ヤヨ、そしてね、あれから40年ということで2人合わせていくつ。118歳です、はい、どうでした、その時に初めてそれね叶った時というのは、喜びというのは。もう60も近いし、絶対紅白出ようって。うわー、2人の衣装が紅白の思いをね、詰まった赤と白のこの衣装、はい、令和元年だからこそ昭和が輝くんです。うわー令和2年ですけども、2年だね、令和2年ですけど、もう令和2年ですけど、間違えた、2年、2年間違えた、輝くんですね。輝くんです。ありがとうございます、はい、さすが名優おいでさん、その観察力でクイズも見極め、ここから逆転。クイズ脳みそフル回転。ここからはひらめき力が問われる問題を出題します、はい、正解すると10ノーベルです。さあ行きましょう。ノーベルパネルオープン、はい、どうぞ。黄色の視聴者投稿は20ノーベルになります。音色は、お、頑張れ頑張れと八尾さんが応援してる。さあミュンさん、楽器弦がいっぱいついてる、思い切って来よう。ミュンさん目指すは紅白。さあ行こう。ミュンちゃん、グランドピアノ、鍵盤は見えてこないぞ。しゅんさん行きましょう。残り時間あとわずか、行きましょう、はい、さあみゆさん、あの、いや、でももう行きましょう、どんどん行きましょう。みゆちゃん、はい、正解、お見事、はいはいはい。あら、私だけ、残り時間あとわずか、行きます、続きどうぞ。消えてしまった、はい、正解はハープでした、あ、ペダルあるんですね、おー、なるほど。さあお見事、全員正解、行きましょう。次の2つのイラストに入る共通のセリフをお答えください、はい、まず A の方なんですが、看護師さんが患者さんに一言言っています。そして B の方ですが、体を張った芸人さんが一言言っています。ミュンさんの答えこちら、血圧張って血圧張る、うん、なるほど、正解は、はい、お見事、はい、人さん正解です。まず A の方は看護師さんに血圧を伝えて、血圧いってということですね、うん、はい、B はお尻が熱いんですね、はい、血熱いって、血熱いってとね。マッチ棒を1本だけ動かして正しい式にしてください、はい、シンキングスタート、はい、ではもう一つヒントいきましょう。1たす5の方の5のマッチ棒を動かします。ミュンさんが
腕がもう違う方向に回りそうな感じで、そんな腕ひねることありますか。さあそこまで。正解の発表です。3×24+1=25、そして午後25ということで、タージンさん、節子さん、お見事。今日の視聴者投稿は愛知県の30代の男性、風見倉さんからのシャッフル人名です。蹴られへん、この文字をひらがなに変換してから、ある有名人の名前に並べ替えてください。ミュウさん、もう先ほどのマッチ棒に打って変わってね、悔しさがもうこの問題一気に火がつきましたよ。メッセージ届いていますよ。一斉にオープン。ミュウさんからヘレンケラー、タージンさんもヘレンケラ、節子さんもヘレンケラ、おいでさんがちょっとタイムオーバー、いきましょう。正解は、はい、お見事。はい、正解はヘレンケラでした。ミュウさん早かった、お見事でございます。フル回転終了。なんとここまでタージンさんが全問正解。これ以上話されないように他のみんなも頑張って。クイズ言われてみれば。ここからは記憶力が問われる問題を出題します、はい、今から55年前の1965年、この年に発売されたこのキャラクターが使用された商品は何だったでしょうか。さあ行きましょう、シンキングスタート。このキャラクターのお菓子、はい、当時の人気アニメ宇宙少年ソランのキャラクターになるんですね。宇宙少年ソラン、チャッピーという、あ、はい、リスです。知ってらっしゃいましたね。さすが、さすが。こいちゃんなんですが、今日僕が一番最年少なんですそうお気づきにならない方多いと思いますが行きましょう、一斉にオープン。ミュンさんからチョコボール、タージさんもチョコボール、ちょっと節子さんがタイムオーバー、そして、はい、シュンさんはポッキーとなっておりますが、行きましょう。正解は、はい、お見事、チョコボール。チョコボールです。はい、お見事です。さあ行きましょう。ではミュンさん、パネルをお選びください。どうしようかな、ヒット歌謡。そうですよね、ヒット歌謡、アイドルでございますから、はい、やっぱ歌ですよ。ヒット歌謡の問題、こちら。今から35年前の1985年、 CCB のヒット曲ラッキーチャンスをもう一度、こちらを聴きください。はい、どうぞ。皆さんの一斉にオープン。あ、まずはミュウさん、星に祈るよ、そしてタージさん、チャンス祈るよ、はい、そして節子さん、ラッキーチャンスを祈るよ、はいはい、そしてシュウさん、神に祈るよ。さあ皆さんの答え出されました、いきましょう。正解はこちら。はい、正解は幸運祈るんです。タイトルもそうです、最後のラッキーね、いわゆる日本語幸運ですよ。そのあたりからね、ちょっと答えのをいただきかったですけ ど、ね、全員不正解。さあ行きましょう、引き続きミュンさん、パネルをお選びください。はい、どうしようかな、はい、じゃあ名作映画、名作映画の方行きましょう、はい、問題こちら。今から31年前の1989年、この年に公開された映画ゴジラ対ホニャララ、さてハテナに入る言葉は何でしょうか。行きましょう、一斉にオープン。ミュンさん、もうゴジラ対キングコングだと、もう一種格闘技、これはもう、さあ行きましょう。正解はこちら、ゴジラ対ビオランテ。ビオランテ、知らない。ビオランテというね、こういうシリーズがあったんですね。全員不正解。さあ行きましょう。では引き続きミュンさん、パネルをお選びください。はい、どうぞ。それではヒット歌謡、ヒット歌謡の問題こちら。今から52年前の1968年、真由住淳さんのヒット曲夕月、まずはこちらお聴きください。ハテナに入る歌詞は何でしょうか。はい、行きましょう、シンキングスタート。さあこの歌がかかった瞬間にもうペンの方が動き出したのがミュンさん、世代的にもちょうどこの歌というのは聞いた、8歳でした。でもまあいい歌はね、歌い継がれますから。そうです ね、はい、一斉にオープン。お、見たところによるとタージンさん、あ、そして節子さんが恋の思い出。はい、ミュウさん正解です。恋の、お見事です。どっかうっすらと何か記憶に残ってたんでしょうね。はい、お見事です。さあ行きましょう。ではミュウさん、パネルをお選びください。はい、では、名作 CM、名作 CM 問題、はい、こちら。
今から34年前の1986年、グリコカプリコチョコのコマーシャルです。まずはこちらをご覧ください。僕は最近、テレビで山田邦子がグリコカプリコをかじるのを見てしまった、はい、はい、テレビでほにゃららな山田邦子さんということですが、はい、さあどんな山田邦子さんなんでしょうか。さあ行きましょう、シンキングスタート。さあカプリコ、そしてその他の皆さんオープン。あ、ミュンさんそのままテレビで有名な山田邦子と、はいはい、そして僕は最近テレビでわりかし有名な山田邦子がグリコカプリコをかじるのを見てしまった。はい、はい、割かし有名が入ってる。なるほどね、はい、ちょっとなんかこうスパイスの入ったコメントね。はい、チリンチリン。ここまでタージンさんが単独トップ。さあいよいよ最終コーナー、週刊チャンピオン大会に進むのは誰？奇跡のアイデアクイズ、その時どうした。これからヒット商品誕生秘話など奇跡のアイデアに関する問題が VTR で出題されます。そうだ、ショッピングカートを作ろう。そんなショッピングカート本当に大丈夫ですか？子連れショッピングの問題を解決したショッピングカートとはどんなものだったでしょう。まあ、通常はここで皆さんの質問を受け付けるんですが、どういったショッピングカートを作ろうということですから、これはもう皆さんノーヒントで答えを書いていただきたいと思います。さあ行きましょう。まずはただいま第2位正解しますと一気にトップ、ミュンさんの答えこちら。大人が子供を乗せて買い物することができるカート、キャラクター付き。子供がなんかこう、こう偽物のハンドルみたいなものを持って、サモをこう運転してるように見せて、なるほどなるほど、大人がカートを敷いて、で買い物をして入れていく。この車というのはどこにあるんですか、これカートの。これ下の方になんかまたいで、はい、またいでこう座ってる、こういうハンドルが付いてるみたいなキャラクター付きカート。わかりました。子連れショッピングの問題を解決したショッピングカート、それは子供が立って乗れるショッピングカートを作ろう。なるほど。キッズステップカートはお金では買えない子供の安全と親の安心感を乗せた奇跡のアイデアだった。おしまい。はい、正解は子供が立って乗ることができるカートなんです。まあ、よしこさんもご存知だ、ちっちゃいあのチャイルドシートみたいのついてるやつはね、はい、ありましたよね、従来の。あれ皆さんそれがねちょっと思い浮かんだと、はい、その一歩先を行く6歳までの子も十分乗れる立って乗るタイプ、これが正解だったんですね。はい、ということで全員不正解。結果ノーベル賞はタージンさん、見事ノーベル賞獲得です。タージンさんには美味しいお米、はい、秋田こまちをプレゼントいたします。はい、お持ち帰りください。嬉しいです、ありがとうございます。そして週刊チャンピオン大会出場権第2位は、はい、ミュンさん、ミュンさん週刊チャンピオン大会にご出場いただきます。おめでとうございます。さあさあ、そしてミュンさん、はい、やりました、ね、いやもう信じられないです。なんか涙が出ちゃう。さすが昭和のアイドル、涙は出てませんね。ありがとうございます。さあそして節子さん、どうも失礼しました。またリベンジの方、はいはい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。そしておいでしゅんさん、いろいろね言っていただいて本当にね申し訳ありませんでした。いやそんなことはないです。またチャレンジの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで今日はここまででございます。この後は視聴者の皆さんにも豪華賞品が当たるクイズです。